はいどうも、リヨシです。今回もスカウトの調査力 C 縛りで楽天イーグルスを日本一に導くペナントやっていきたいと思います。前回はですね、ドラフト1位のこの生駒くんがね、見事当たりでして無事最下位を脱出することができましたので、今年のドラフトでもね、うまいこと能力を見極めて、まあ、いい選手をね獲得できるといいなと思います。それでは早速ね、今年のドラ1候補を見ていきたいと思います。今年はね、候補が6人います。まずは1人目ですね、こちら、社会人の全国準優勝ピッチャーの、小原くんですね。まあ、150キロを超える直球と、まあ、カットボールが7、スクリューが4と、キレのある変化球を持っていて、特殊能力も悪くなさそうなので、期待ができるんじゃないかなと思います。そして2人目がこちらですね、社会人ナンバーワンピッチャーの村川くんですね。3球種で総変化量が10で、球速も149キロと悪くないですし、コントロール、スタミナも、まあ、ワンチャン上振れればめちゃくちゃ強そうな能力をしていますね。3人目はこちら、大学の全国準優勝ピッチャーの手島くんですね。こちらは先発ではないんですけど、リリーフなんですけれども、まあ見た通り変化球がえぐいですね。スローカーブ7、V スライダー7と、まあツーシーム持っているということで、まあこれ絶対両方7っていうのは、まあありえないと思うんですけど、まあ5以上あれば普通に即戦力として今のリリーフの厚みが増すんじゃないかなということで、こちらも候補の一人ですね。というわけで投手はこの3人以上になります。続いては野手ですね。さあ野手の1人目、こちら九州の怪物迫田くんですね。いやえぐいのが来ました。まあ、これね絶対、まあ、4球団5球団ぐらい競合するんじゃないかというレベルのキャッチャーです。大学生ですね。特殊能力も悪くなく、今の楽天のキャッチャーっていうのが、まあ一つウィークポイントですので、まあできれば欲しい逸材ではあります。二人目はこちらですね。九州の大砲、佐賀野くんですね。まあ強肩でパンチ力のある左の大砲ですが、まあね、今どうしてもパンチ力っていうのがチームに足りていないので、まあ結構欲しい人材ではありますね。さあそして最後はこちら高卒のセカンド百瀬くんですね。まあ、高卒なんですけども走力守備は完成されていますので、まあ、割とすぐ1軍に上がれるレベルではありますね。で今の楽天のセカンドが、まあ、阿部だったり浅村だったりと、まあ、ベテランでね若手がまだ育っていないので、まあ、補強ポイントとマッチしていいんですけれども、まあ、こちらちょっと2つ名がないので不安ではありますね。以上の6人がドラ1候補ですね。まあ、他にも気になる選手結構いたんですけれども、それらは2位以下で取れればラッキーかなという感じです。楽天の今の戦力からすると、まあ、投手よりも野手で、まあ、即戦力がちょっと欲しいかなと思うので、まあ、野手優先のドラフトになるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、誰を指名するかねちょっと考えてドラフトに臨んでいきたいと思います。さあドラフト本番が始まりましたけれども、気になる1位指名誰にするかちょっと考えてきました。気になる1位指名ですが、やっぱねこの怪物キャッチャー迫田くん欲しいですね。まあ、絶対競合するとは思うんですけれども、こちらを指名していきたいと思います。いやなんか奇跡起こってくんないかな。さあどうでしょう。あでも意外と2球団ですね。 DeNA との村川くんがすごい、5球団強豪ですね。で迫田くんは2球団。いやこれ絶対引きたいな。どっちだ、迷ったら右。おお来た、これでかすぎる。迫田くん無事獲得ですね。で村川くんは、阪神に行きます。で手島くんが3球団強豪でソフトバンクですね。ドラフト2位ですが、こちらの九州の大砲佐賀野くんが残っていましたので、指名していきたいと思います。
さすがに注目選手3位までは残っていませんでしたので、ここからは、別の選手ですね、指名していきます。3位に、高卒のピッチャー上条くんですね。関東の街道を獲得していきたいと思います。4位に、抑え候補としてこちら永井くん獲得していきたいと思います。5位にこちら俊足のショート郷くん獲得していきたいと思います。6位に、また抑え候補ですね、松永くん獲得していきたいと思います。7位に高卒のピッチャー藤本くんですね、獲得していきたいと思います。今年は以上の7名指名して終了したいと思います。結構個人的にはいいドラフトになったんじゃないかなと思うので、来年のね、結果発表が楽しみですね。指名した選手の能力、軽くね、見ていきたいと思います。まず1位の迫田くん。あー、なるほどね。ちょっと特殊能力が微妙かな。キャッチャーいい、英殺ですね。どうなんだろう。本来の能力が楽しみですね。ドラフト2位の佐賀野くんですね。悪くないですね。初球丸ハイボールヒッター。これも期待ができそうですね。パワーがどのぐらいあるかっていうのが非常に大事になってきます。ドラフト3位の上条くんですね。寸前ということで。高卒なんでね。これからの成長にも期待ですが、156キロは魅力的です。ドラフト4位、永井くんですね。四球持ち、対ピンチも弱そうですね。ちょっと今抑えがいないので、抑えできるピッチャーっていうのは非常にありがたい存在なんで、ちょっと永井くんにも期待していきたいと思います。ドラフト5位、郷くんですね。これは走力が S ということで、ダイソー要員として非常に期待ができる。でチャンスメーカーとか持っていると、割とレギュラーとかでも使えるかもしれない。21歳大学生ですね。ドラフト6位、末永くんですが、こちらも抑えのみですが、抑え候補としてはいい能力なんじゃないでしょうか。150キロありますしね。24歳社会人ということって、1年目からの活躍に期待したいです。ドラフト7位藤本くんですが、軽い球四球と赤得がありそうですね。高卒なんで、これからの成長に期待ですが、赤得を早いところを消していきたい。さあ、海外留学まで来ました。今年はね、どうしようかなと思ってるんですが、生駒を、一旦海外に行かせてもエース格に仕上げちゃってもいいかなっていう感じですね。というわけで、海外留学には去年のドラフト1位生駒とドラフト3位荻野、この2人を行かせたいと思います。場所は節約したいので、コリアリーグで全体的に上げてもらおうかなという感じです。助っ人なんですけれども、去年獲得したバルタチャが、1年でね、クビにしてしまったので、今年も、パンチ力のあるファーストを狙っていこうと思ったんですが、今リストアップされている選手がなんかパワー系を求めているのに軒並みパワーが低いということなので、ここは一旦スルーして、もうちょっと開幕まで時間があるのでね、それまでにいい選手リストアップしてもらうようにしたいと思います。助っ人、あんまりいい選手来なかったんで、こちらプエルトリコのフィギス選手ですね。31歳3割30本100打点という成績はめちゃくちゃいいので、取っていきたいと思います。さあ、2025年シーズンの開幕を迎えました。早速ね、開幕メンバーの方を見ていきたいと思います。まず先発、田中マー君、早川、湯気、藤平、滝中、高田ということで、ちょっと先発物足りないですが、生駒が海外から帰ってきたら、もう少し熱いメンツになるのかなと思います。そして中継ぎですね、酒井、吉川、駒子、西口、安楽、西垣ということで、
安楽、吉川あたりが勝ちパでやっていくかなという感じです。そして抑えはルーキーの末永くんを添えていますが、まあ、能力次第でここは変わっていくのかなと思います。そして開幕オーダーですけれども、1番辰巳、2番小深田、3番茂木、4番フランコ、5番で新外国人のフィギス、6番島内で、7番でドラフトルーキー迫田、8番岡島、9番山崎ということで、まあ、迫田の能力次第で、開幕レギュラーにしていますが、太田石原との併用で使っていきたいかなと思います。まあ、というわけでね、オフまで大ペナやっていきたいと思います。シーズン終了しまして、11ゲーム差の5位ということで、まあ、昨年からね一つ順位が下がってしまいましたね。まあ、というわけで何が悪かったのか、ちょっとねシーズン成績の方を見ていきたいと思います。まずは投手ですね。2年目の生駒を筆頭に早川藤平と、防御率2点台で、2桁勝利を挙げている3人と、あと滝中、まあ、ここにはいないですが田中マー君が、の5人は非常に安定していましたね。ただ問題はリリーフでして、まあ、安楽はここ数年非常に安定しており、まあ、今年はね最優秀中継ぎのタイトルも獲得したんですけれども、まあ、他がねひどかった。リリーフの防御率、まあ、チーム防御率が 4.83 とリーグ最下位でしたね。もうマシな抑えが一人もいないっていうのがすごいきついっすね。続いて野手ですけれども、まあ、1番の辰巳がね3割30盗塁を記録しており、まあね、1番として非常に素晴らしい活躍をしておりますね。でさらに素晴らしいのが、ドラフト1ルーキーの迫田くんですね。まあ、キャッチャーなんですけれども、チームトップの26本のホームランを放つ活躍を見せ、まあね、2年連続でドラフト1位は大当たりだったんじゃないかなと思います。でね、その他にも2番荻野くんだったり、まあ、今5番になっている佐賀野くんだったりと、まあね、若手の活躍が光りましたね。まあ、ただし、まあ、今年もねフィギスっていう助っ人外国人取ったんですけれども、こちらも外れでした。さあルーキーの能力の方を確認していきたいと思います。まずはドラフト1位迫田くん、いやー思った能力のよりすごい能力してましたね。なんとパワーヒッターと広角打法を持っていると、いやー非常に打てるキャッチャーでしたね。ただキャッチャー能力が E なので、ここはちょっと改善が必要かなという感じですが、いや素晴らしい選手でしたね。いきなり26本ホームランを打ってくれました。ドラフト2位の佐賀野くんですが、こちらもなんとパワーヒッターを持っていると、まあ、他の特殊能力はそんなに強いわけではないですが、まあね、1年目から2桁本塁打を放つ活躍をしてくれましたね。ただ早熟なので、まあ早めにね劣化が来てしまうのが少しもったいないところですね。さあドラフト3位の上条くんですが、これは外れですね。まあ、寸前スロースターターと赤徳のみで、まあ、コントロールが非常に悪い。まあ、一軍でね、まあ、ノリノリになったので一軍で投げさせてみましたが、8.25 の3敗と、0勝3敗ということで、まあ、まだ高卒なので、成長に期待っちゃ期待ですけど、厳しいかな。そしてドラフト4位の永井くん。こちらも3球種で、そこそこ変化球はいいですが、四球持ち。まだ球速も遅いので、難しいですね。1軍で少し投げましたが 10.8 と、まあ、もうちょっとね成長しないと1軍じゃ期待できないかなという感じです。そしてドラフト5位ゴー君ということで、足だけですね、回復 B ですが積極投球も持っていて、あーダイソーで使えるかなっていう感じですかね。そしてドラフト6位の末永君ですね。シーズン序盤は割と良かったんですが、途中から通用しなくなりましたね。23セーブは上げているものの、防御率 7.26 で1勝6敗ということで。まあでも、能力的には悪くはないので、
まあね、なんとか一軍というか、プロの選手についていけるように頑張ってほしいですね。そしてドラフト7位藤本くんですが、まあ、至急シュート回転と赤徳があるんですけれども、まあ1年目19歳ということで成長に期待ですね。というわけでね、まあ、最後に表彰式を見ていきたいと思います。さてベスト9ですが、楽天から小深田がセカンド、そして辰巳が外野で選ばれていると。いいですね。そしてゴールデングラブですが、辰巳が外野で2年連続受賞ですね。さすが。そして新人王に迫田入ってますね。ただ山本由伸が沢村賞、オリックスが非常に強いですね。そして辰巳が最多安打と最高出塁率のタイトルを獲得してます。いや最高の1番ですね。そして安楽は最終中継ぎと、山本は投手4冠、もうセリーグも小笠原が投手4冠と、すごいな。さあというわけで、今回ね2年目2025年シーズンやってきました。というわけでここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。